はい、こんにちは、スーです。今回はこちらマリエル使っていきたいと思います。夏休みガチャに新たに追加されたサイレアのキャラクターですね。はい、イラストがね非常に可愛いです。やっぱりいいですね。あの水着ガチャのキャラクターは性能云々の前に見た目がいいですね。で、肝心の性能なんですが、まずリーダースキルからね見ていきましょう。7コンボ以上で攻撃力が23倍、4色以上で、ダメージを半減、2コンボ加算、ドラゴンと攻撃タイプの HP が 1.7 倍と。はい、 1.7 倍半減、実質 HP 3.4 倍の多色のリーダーとなっております。まあ耐久値も高いですし、火力もね23倍と高いです。タイプ縛り、ドラゴンと攻撃っていうのはありますが、まあ攻撃タイプの縛りが入ってるので比較的パーティーは組みやすいのかなと思います。ただ最近の強いキャラで言うとベリアルなんかがね悪魔回復タイプなのでサブに、まあ倍率が乗らないので、その辺はちょっと残念なポイントですね。まあ他色の中では相当強いねリーダースキルかなと思います。で、覚醒なんだけど、4色攻撃強化をね3つ持ってます。1個につき 3.5 倍なので、4色組むだけで42倍ね火力が出ます。しかもマリエルはね元の攻撃力が5000超えてるので火力枠としては非常に優秀です。一応超覚醒はこんな感じで耐性自由につけれたりねスキブ用にできたりします。覚醒はなかなか優秀ですね。スキルチャージも持ってますし。で、最後にスキル12ターンで全ドロップのロックを解除し、6色陣3ターンの間回復力とドラゴンと攻撃タイプの、攻撃力が3倍と。まあスキルチャージ持ってるんで最短ね6ターンで溜まることを思えば、まあ6ターン中3ターンなんで2体いればループするスキルですね。リーダースキルに回復倍率がない点も、このスキルでね補っていけるので、まあスキルもわりかし強力なのかなと思います。はい、全体的に見てね、リーダースキル、スキル、覚醒ともに全部ね高スペックにまとまってます。何度も言うけど多色キャラの中では相当強いと思う。多色キャラの中ではね。で、ちょっと今回はねこちらマリエル使いまして神秘の次元の方にね行ってみようかなと思います。で、パーティーなんですけど、はい、最初はねこんな感じで76番面から、マリエルリダチェンしてあげてフレンドジンオーガで行こうかななんてパーティー組んでたんだけど、もうなんかさ、これやっちゃうとさ、もうマリエル関係なくなっちゃうから、もうなんか誰の動画なのかわかんないよね。もはや闇パだし、ちょっとさすがにこれはマリエル使ってみた動画としてはどうなのっていうところで、はい、今回はですねこちらのパーティー使っていこうかなと思います。56番面のリダフレマリエルパーティーですね。マジでパーティー考えるのクソ時間かかった。あのこれ話持ってないですよ、リアルに2時間以上かかった。 PDC と2時間ぐらいねずっとにらめっこしてました。まあ最初の1時間はずっとこっちのパーティーを考えてたんで、まあ実質1時間ぐらいかな。じゃあちょっと順番にね、パーティー紹介していきます。じゃあまずリーダーのマリエルね、継承メリットの武器ステータス持ってあります。超覚醒はスキブで、潜在にこちらダメージ無効貫通潜在。今回なんだけど、あの正方形組みません。5、6番面なんで、まあそもそも組む余裕もないですし、こちらのね、ダメージ無効貫通潜在へ、シトリーとか、サラスバティあたりはね、飛ばしていこうかなと思います。本当に多色の弱いポイントとして、こういうマリエルみたいなね、まあ五条悟るとかもそうだけど、めちゃめちゃ火力が高いキャラがいるじゃないですか。でも結局、上限解放とダメージ無効貫通って同時につけれないから、せいぜい21億止まりなんだよね、これつけた ところで、無効貫通力が。そこが本当にね、弱いかなと思います。もうマジでね、あの、結構コメントでも来ますけど、このガドブレとか、まあ、5色攻撃強化とかでもいいですけど、この辺の覚醒にもう無効貫通をもう効果としてつけちゃってもいいんじゃないかぐらい思ってます。さすがにね、あの無効貫通潜在、今までの昔の裏劣化あたりまでの21億出れば倒せるようなダンジョンになればいいんだけど、敵の HP がね200億とか300億あんのに1体にねこの覚醒がついてたところであまり意味ないんで、ここら辺ちょっとどうにかしてほしいね。それかもしくはもうほんと2ターンに1回ぐらい打てる無効貫通スキルが欲しい。はい、ということで次、ノクタリアですね。継承はナーガの武器で追い打ちと L 字です。ノクタリアは23ターン変身で、こちら、ルーレットと操作時間延長がループします。まあなので5、6番面ではありますが、毎ターンルーレットあることを思えば欠損の心配はねないのかなと思います。一応今回のパーティーの火枠も埋めてくれてますね。はい、ということで次に五条悟る。継承は、ペガサスの武器吸収無効ですね。五条はね本当に強い、もう火力だけですね。火力が高い、もうこれに限る。基本的に多分40億ぐらいいくかなと思ってます。やっぱり多色ってなるとね、どうしてもなんだろう、単色みたいにたこ焼き運用とかね、列運用が難しいので、火力出すのが結構しんどいんだよね。ってなった時に五条悟はね、もう覚醒だけで、すごい火力を出してくれるので、1枚上限解放で入れとくだけで、だいぶね、突破が楽になります。で、次に夏休みのターディスですね。こいつなんかね、消せないドロップ状態5ターン回復があるんで、割とこのダンジョンに適性高い。しかもなんか超覚醒にね、これ5色攻撃強化追加されたんですよね。これ多分ね、マリエルのサブで使ってくださいね、みたいなことだと思うんですよね、運営のメッセージ的に。
継承は山掴みの武器で初手の威嚇でね打っていこうかなと思います。はい、ということで次にこれ、ルーク&連撃竜ドラギアス遊戯王の、交換キャラかな。これは一応こいつがね、あの味方スキル一旦減少してしまうんですが、バインドと覚醒無効状態を全回復しながら敵の行動を2ターン威嚇、なかなかね強いんですよ。しかも7コンボ強化4つ持ってるんで火力も出ますし、毒耐性とかね持ってて非常に優秀です。継承はファガンの武器で耐性とかねスキブとか HP 持ってあります。で最後フレンド家のマリエルにはこちらラジャーの武器継承で、まあ耐性とね、あとはまあこれも無効貫通潜在で、今回パーティーに、マリエル2体にこの無効貫通潜在がついてます。これで一応耐性の方が、毒暗闇お邪魔雲帯 100% となっております。バッジは HP でいきたいと思います。はい、いかがでしょうこのパーティー、結構綺麗にまとまってません？一応もうマリエルのスキルをループさせていくつもりなので、毎ターン攻撃力と回復力が3倍で、もろもろ回復は、このルークで、覚醒無効状態取ってあげて、サラスバティとか高み結びですね。で他の消せない状態に関してはこのターディスで回復していく。で残りですね、五条悟はもう吸収無効と火力枠で、このノクタリアで操作時間と、ルーレットを返していきます。割と綺麗に組めてません？これめちゃめちゃね、あの考えたんすよ。こっちのパーティーよりかはだいぶね、あのマリエル使ってる感が出ていいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回こちらのパーティーを使って神秘の次元やっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということでやっていきましょう。いやマジでねめちゃめちゃ考えたんで立ち回りも結構綺麗にいけるかなと思います。よし、そうしましたらまずちょっと左だけ抜きたい。軽く組むだけで多分五条が飛ばしてくれるんで、こんなんでいいと思うわ。火属性はあのまだないので、はい、これで多分抜けるはず。いや10までいかないと抜けないかな。9コンボだとさすがに抜けねえな。10までいきましょう。いやでもこの削りだったらいけるか。下手に抜いても嫌なんでこのぐらいにしとくか。このぐらいにしときましょう。今それでいけたからこれで多分左はいけるはず。うん、それは大丈夫か。左だけで進むか。あー、オッケー、いいですね。オッケーオッケー。そうしましたら、威嚇ぶっ刺していきましょう。威嚇ぶっ刺してあげて、まあ、あとは待ちます。もう適当に待ちます。ノクタリアが後に OK。 じゃあノクタリア打ってあげて、はい OK。 そしたら次操作時間減少がワンチャン来るんでノクタリアを貯めてから、行きたいですね。よし、抜いていきましょう。そしたらもうこっからはもうマリエルループでいいですね。マリエル打っていきましょう。でこれあの五条のペガサスの武器ダメージ無効もあるんでだいぶ余裕ありますね。組んでいきます。貯めたかったら最悪またこれ待てるしね。もうちょっと敵一体だけだったら耐えれるし、あと多分4ターンぐらいは待てるかな。さあ13コンボで、OK。 五条悟が36億、マリエルは、完走ですね。素晴らしい。多分ね1セットでそれだから2セット組んだら完走するんだよね五条。さあ2階層はあーなるほど。これね敵によっては操作時間減少と20ターンバインドが来るんだよね。で今回バインド耐性ターディスとノクタリアないので、この階層でルーク君打てるようにしてください。こいつ覚醒無効とあのバインドも全回復するんで、そしたらまあ打っていきましょうか。ノクタリア打ってからルークにしましょう。この人スキル一旦下がっちゃうんでね、後に打ちましょう。 OK、 じゃあ抜いていきます。組んでいきたいと思います。意外と本当にいい感じにパーティー組めたと思ってんだよな今回。せっかくなんでちょっと、はい OK。 こんな感じでどうでしょうか。水も闇も2セット消しました。多分両方完走する。やば、それはすごい。16コンボ、はい OK。 いい火力ですね。ノクタリアも19億、ルークくんも12億ぐらいで、あのターディスくんがね結構あれなんですよ、2ウェイ組むと火力高いんですよね。やってみましょうか。ターディスくんを舐めちゃいけない。はい OK。水の2で組んでるんでターディス君の火力にご注目。ターディスがこれで21億と、何倍出てんだこれ。 1.7 倍が5個と2倍と 4.5 倍か。まあ完走ですね。はい、ということで、3回まで来ました。じゃあこれねマリエル打てるんですけど、こいつらはちょっと色を消してくる行動があるので一旦待ちましょうか。一旦これはこうしましょう。次の階層でターディスが打てればいい。意外といい感じですよ。56番目でも戦えてる。マジでね悩んだのよパーティー。最初に紹介したパーティー多分あれもね、あれはあれで強いんですけど、なんかやっぱマリエル、めちゃめちゃ優しいなこいつら。やっぱマリエルのさ動画としてどうなのかなと思って本当に悩みましたね。無理やり
いろんなキャラを編成して強いパーティーでいくのか、まあちょっと76じゃなくなるからあれだけど、マリエルの特色を生かしていくのかみたいな、だいぶ悩んだ結果、今回はこっちの形でいくことにしました。さあということで、ここはタリス打っていきましょう。タリス打ってあげて、マリエル打っていきますかね。はい、マリエル打っていきましょう。で、ノクタリアは待ちだな。あー待った、これさ、あ、いいや、あの次の階層でなんだ花火が来るんで、そこでマリエルを打った方が良かったっすね。多分これ打たなかった方が良かったわ。まあいいや、とりあえず削っていきます。はい、半分まで削った。でルーレットが来るんで、ここでノクタリアを打っていきます。スキルチャージしときたいですね、ちゃんと。色をもらっていきましょう。ヒドロップちょっと欲しいですね。ヒドロップください。オッケー、こんな感じで組んでいきます。まあ、水とこれをこんだけ消しとけばね、いけるでしょう。はい、オッケー、絶対抜いた。そうで、なんか回復倍率もねないんだけど、3倍あるんでスキルで割と余裕ある。オッケー、いいですね、火力も十分。よし、そうしましたら5回ですね。ここでマリエルかな。ロック解除は今回は、闇と火。じゃあマリエル打っていきます。闇と火か、どうしような。うーん、闇だな。闇の方が、個数的に組みやすそうですね。先に組んどこうか、もうこういうのは怖いからね、ミスんのが。もうこんな感じでいいですかね。無理しなくていいと思います、十分ですね。31コンボで OK、 いいですね。マリエル5条は毎ターンカンスト20億40億ぐらい。ノクタリアも強いんだよな、マジで。なんかもうちょっとね、無効貫通とかがしやすくなれば、全然タシクの、まあ、時代が来るかは分かんないけど、繁殖にだいぶ近づくんじゃないかなと思います。まあ、どうせ高難易度だったらね、単色だろうがコンボは最大ぐらいまで組んで、組むことの方が多いんで、その4色以上消さなきゃいけないとかいうことに関しては、手間に関してはまあそこまで気にならないのかなと。それよりも本当に無効貫通がね、多色はしづらすぎる。で両方弾いてあげて、抜けるかな。まあ水だしな、とりあえず全力で殴るか一発。まあ、抜けたら抜けたでいいでしょう。こいつなんか削ってもあんまり何もしてこないイメージあるわ。コンボ吸収かなんかしてくるだけのイメージある。てか多分抜けるんじゃないかな、普通に。無理かな、さすがに無理だったわ。ちょうどいいところで止まりましたね。 OK、 じゃあ抜いていきましょう。あ、それはね良くないかもしれないね。あ、 0.25 倍か、さすがに抜けないんじゃない。これは一旦待ちますか。スキルチャージだけして一旦待ちましょう。じゃあちょっと一旦待ちます。抜かないよね、大丈夫だよね。次マリエル打てるから、もうこんなんでいいや。ダメージ量大丈夫か、これ。また火薬ドロップを消すべきだったんじゃないか、俺。あー、オッケーオッケー、ギリギリだ、危ねえ、怖っ。普通に死んだかと思ったわ。じゃあマリエル打て、抜いていきます。火薬ドロップちょっと4消しにしとこうかね。いや待った、そうだ、追い打ちがいるのこのパーティー、危ねえ、忘れてたわ。ノクタリア行きましょう。マジで危なかったわ。そうだったわ、追い打ちとかいうやつあったな、めちゃくちゃ忘れてたわ。今日は踏みとどまりました。結構忘れがちなんですけどね。はい、オッケー、いい感じじゃないですかね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。さすがに抜いたでしょ。そうかそうか、追い打ちが必要なんだねこのパーティーは。だるいな、ちょっとだるいですねそこ。まあいいや。次の回さ、サラスバティアリアンロッドですね。いや、ノクタリア強いわマジで。このダンジョン適性バカ高い。アリアノッド、まあ、ノクタリアで、ルーレット返して突破でいいか。うわ、危ねえ、え、危ねえ、何これ、びっくりした。いや、ちょっとこれ回復いっぱいしとこう。怖い怖い怖い。あー、で待った、これサラスバティの階層だよね。ルーク打っていいんじゃないか。ルーク打ちましょうか。ちょっと HP も怖いのでこれ打っちゃおう。これで威嚇させちゃいます。そしたら回復したいですね。回復ドロップいっぱいもらいましょう。回復ドロップいっぱいもらってあげて、ちょっと攻撃はまあ別にしなくてもいいんで、こんな感じでちょっと回復しましょうか。いや、いい回復力ですね、素晴らしい。11万回復してるわ。どうしようね、これ。ちょっと殴っとく、軽く軽く殴っときましょうか。敵がなんか発狂しなさそうなうちに。どのぐらいがいいかな。まあスキルチャージしとくか、一応エンハンス入ってますね。9コンボどうだ。あー、いい削りですね。多分この辺から全力で殴れば抜けるよね。
じゃあ一旦待って次で突破でいいかな。このターンは4色だけ消して、待ちましょう。ちょっと回復もしとくか。こうしてあげて、落ち込んがないから発狂、なんか暴発の心配がないですね。よし、こんな感じでスキルチャージと回復。抜けないでしょ、さすがに。さすがに大丈夫。 OKOKOK、 いいですね。よし、そうしましたら、マリエルとノクタリアで抜いていきましょう。マリエル打ってあげて。でもさ、今んところめちゃくちゃ快適じゃない？見てる感じどうですか？今んところ本当に普通に快適なんですけど、単色パーティーよりなんだ快適まである、今んところはね。ここからですよね、問題は。まだ無効貫通が来てないから、無効貫通が来たからなんですよ、問題は。今のとこは56番面で指も長いし、ルーレットのストレスもないし、めちゃくちゃ快適。おい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 、じゃあやっぱあれだな、あの固定通撃の方がいいな、これ。オッケー、とりあえずルーク打ちます。いや俺固定通撃のパーティーじゃないとダメだ、これ負けるわ。で、こいつは無効がいりますね。ちょっと無効組んでいきましょうか。木がないんでノクタリアは打てねえのか。マリエル打っていってもいいんだけど、ちょっとこの暗闇目覚めもだるいんで待ちましょうか。軽く待ってから行きましょう。はい、オッケー。じゃあ殴っていきます。マリエル打っとこうかな。打ちます。打って殴っていきます。水ワンセットか、ちょっと少ないですね。こんな感じでいいですかね。はい、オッケー。まあ無効貫通潜在ついてるのはマリエルだけなんで、16無効か、18億ぐらい。うん、十分ですね。オッケーオッケー、根性外れてます。オッケー、 OH はいらないと。よし、そうしましたらもう抜いていきましょうか。ノクタリア打っていけるかな。今の感じでその削りいけるんだったら全然抜けそうですね。水ドロップもらいましょうか。水ドロップもらってあげて、はい、水ドロップもらった。順番にこんな感じで組んでいきます。まあ、一応水をねこんな感じでたくさんもらっておきましょうか。はい、オッケー、これで抜きましょう。水2セット組んでるんで、まあさすがに抜いたかなと思います。よいしょ、オッケー、抜けましたね。いいですね。いや、無効貫通もサクサクですね、サラスバティだったら。カンナ、これはねペガサス打っていきましょう。まあそれだるいね。まあでも色ありそうですね、4色ぐらいは。そしたらちょっと暗闇目覚めがだるいんで、この辺りで取ってからいきましょうか。2ターン待ってからペガサス打って突破しに行くわ。それで行こう。じゃあとりあえず待ちます。見えてる分だけで4色はあるので無理せずに行きましょう。早くちょっと多めにしときましょうか。ロック解除も一緒に入れとこう。これで4色は消えてるもんね。 OK、 こんなんで待ちます。はい、ということでそろそろね抜いていこうかなと思います。じゃあペガサスの武器打ちまして、まあなんか山つかみ溜まってますけど、まあ、次でいいか、打つとしたら抜いていきましょう。回復2セットぐらいもらっとこうかな。いや、ダメージ無効あるからいいのか。火力重視でいきましょう。ペガサスの武器マジで強いわ。ダメージ無効、そうか、あるのか。いいですね。OK、こんな感じでいかがでしょうか。はい、OK、まあ抜いていきましょう。まあさすがにここは余裕でいけると思う。光だからね、火力も倍入りますし、闇属性は。すげえ落ち込みきたな。OK、抜けましたね。いいですね。さあ次の階層は9階。サリア、トラリスが出たら多分2パンでいける。まあいけないにしても山つかみの武器があるんで、まあ余裕ですね。でまあ、サリアは抜いていくだけですね、普通に。でターディスに関してはこれどうしましょうね。もし次の階層シトリーだと威嚇刺さるんですよね。残しといていいか。一旦削りましょう。じゃあここからもうマリエルループでいきましょう。マジでこれ今んとこ結構良くない？結構快適ですよ。まあ、追い打ちがないからちょっとそこだけねあれですけど、それ以外は快適。56番面だからパズルも楽だし、ルーレットもしっかり対策できてる。まあ唯一暗闇だね。暗闇だけちょっと通る術がないので、そこだけ残念ではありますが、ねえこれルーレットない方がいいな。ないんだったらない方がいいね。9コンボ以上組んでくださいって言われた時にルーレット多分ない方が組みやすいんで、ここはなしでいきましょうか。はい、OK。いや、いいですね。回復力が上がってるのに。3倍ってのがいいよね。次も、木以外はあるかな。よしよしよし。まあ、ありますね。これは殴っちゃっていいと思います。サリアってさ、なんか、すでに5、6番目だと若干ダメージ与えてくるじゃん。さすがにこれ、足りるよね。大丈夫だよね。8万の。まあ、25万、24万ぐらいまで耐えれるから。
大あオッケーナイス大丈夫だよね確かね。あ、2万4000全然余裕でした。よし、そうしましたら、まあ、ここは頑張って9コンボ以上組みましょう。まあ、組めなくても下げられて困るスキル特にないんで、とりあえず頑張りましょう。では組んでいきます。なりゆきでいったらいい感じになるんじゃね。よいしょ、オッケーナイス危ねえ、繋がるところだったわ。逃げました、うまいね。さあ10コンボでテイストがもらえます。ありがとうございます。じゃあ抜いていきましょう。ここはマリエル打っていいと思いますね。回復もしたいし、しっかり。まあ4ゲシでいいかな。では組んでいきましょう。回復一応4ゲシにしときましょうかね。はい、オッケー、こんな感じで。いい感じですね。いや、シトリー来ないかな。シトリーがいいな。せっかくだしね、無効貫通したいよね。どのぐらい削れるか見たい。オッケー、オッケー、来ました。いいですね。じゃあ、もうこれターディス打って、威嚇ぶさ、あ、だるい。非常にだるいです。とりあえず威嚇ぶっ刺しましょうかね。はい、威嚇ぶっ刺してあげて、まあエンハンスないんで一旦貯めましょうか。あと1か。だったらもういいや、これでいいや。貯めて打ちます。よし、殴ってくぜ。これでいきましょう。さて問題はどのぐらい削れるのか。さすがにね、足りると思いますけどね、火力は。はい、オッケー、こんな感じで4ターン以内に行きたさあるな。できればきついかな、4ターンは。さすがにいけ、14億か。いや、いけそうだな、4ターンでこのまま行こう。ノクタリアも打っときましょうか。ノクタリア打って水、いや光だなこれ。水もいいけど光も大事だと思うわ、こうなったら。で待って、あのそれもいいけど、あれだ、ちゃんと色消しとかないと。これ入んねえわ、向こうが。オッケー、ナイス、うまいね、マジでいいね。さあ、これは結構いい火力出るんじゃない。光も水も2セット消してる。光も9億で出るわ。あー、オッケー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 。じゃあもうこれ根性までいっちゃいましょう。水もらいます。水もらってあげて、こうしてあげて、はい、オッケー。こんな感じですかね。はいはい、オッケー、いいでしょう。多分これでも根性までいくんじゃないかな。いや、めちゃくちゃ順調じゃない。超楽なんだけど。え、マジで、あのロザリンとか、なんだ、まあ、ロザリンはちょっと得したな。あいつはもう基本全部ワンパンしちゃうから、あれはもう異次元。じゃあ、あいつと比べるのはなしにしよう。あいつと比べ始めたらもうなんかいろいろ話変わってくるから、あいつはなしで。割と最近使ってるパーティーと比べても結構強いんじゃないこれ、今のところはね。登録場面でも全然いけるな。さあ、13コンボで OK、 とりあえず抜けましたと。よし、次がマッハ神結び。今回リダチェン対策してません。どこだ、場所によっては五条とかになったら、おい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 、五条悟になっちまったよ。もう闇属性の HP 2.5 倍なんで、かかってないやついますけど全然戦えるな。耐久値的にも多分足りてるでしょ。マッハそんなに痛くなかったはずなんで。よし、そうしましたら、まあ殴っていっていいんじゃないですかね。とりあえずスキルチャージしちゃいましょう。ちょっとさっき、あのシトリーのところで1コンボしちゃったせいでスキルチャージできなかったのがあれですね、溜まってないですね。解けばよかった、普通にミスった。さあ、どうだ。あ、結構削れますね。まあ、五条悟るなんで、しっかり火水闇は消しましょう。じゃあ、マリエル打ちます。これ五条のままいけたらさ、追い打ちしずにいけるからいいですね。あー、でもあれか、悟るくんはあれなんだ、あの闇属性にしか攻撃倍率がないからなしだな。五条終わってからだな、抜きに行くの。言うほど相性良くねえわ。最初外喜んだけど、これ悟くんダメだわ。オッケー、とりあえずじゃあ、まあ組みます。お湯一が組みたいわけではないです、回復したいです。まあ、だから2ターンかな。2ターン待って突破が一番丸いかなと思います。あ、オッケーオッケー。じゃ、これでまあ削れるところまで削ってあげてって感じかな。まあ、ノクタリア打ってあげてスキルチャージだけしておきましょうか。光もらって、光もらって、よし、スキルチャージだけちょっとちゃんとしておきましょう。回復したいっすよね、ちょっと。はい、オッケー、こんな感じでどうでしょう。これで、よしよしよし。オッケーオッケー、めちゃめちゃいいところで止まってくれた。これ何してくんだっけ、コンボ吸収だけだっけ。こいつ弱いよね、確か。弱っ。オッケーオッケー。じゃあ抜いていきましょう。追い打ちだね。追い打ちをしっかりしよう。で、水と、闇がないのか。まあ、1セットずつあればいけるよな、多分。OK、じゃあ水もらいます。
水もらって、闇ももらいました。オッケーオッケー。よし、あとはもう組むだけ。よしよしよし、はい、オッケー、いいんじゃないですか。組めてるでしょこれ。追い打ちもしたよ今回は。しっかりナイス、水のなんかそのすごい降ってくるやつ。よーし、オッケー、マッハ抜けました。いいですね、快適ですね。これ絶対さ、視聴者もさ、マリエルの56番目強いなって思ってたでしょ。思ってた100倍強くね。まあ期待値だいぶ低かったけど、いいですね。で問題はこいつなのよ、ラストの無効貫通。こいつがしっかり抜ければもう多分勝ったも同然です。ここだけしっかりいきたいな。よし、そしたらなんかルークが裏溜まりそうなんで一発撃っとくか。で撃つんだったらマリエルから行った方がいいな。マリエル撃ってルークの方がいいですね。マリエルルークで行きます。はい、オッケー、から撃ちます。これで殴っていきましょう。いやー、淡水内に行けるかなんだよな問題は。頼むぞマジで、削ってくれよ。はい、十分じゃないでしょうか、十分じゃないでしょうか。こんな感じで、さあどの辺まで削れるかだね問題は。頼むよ、いけ。まあ 25% 弱ぐらい、まあ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 十分じゃね。一ターンでこんだけ削れるんだったら多分間に合うんじゃない。あ、光ないのか、無効貫通できんじゃない。そうそうだね、ちょさっき今スキル下がるやつ打っちゃったんで、ロクタリアが溜まってないからルーレットがね作れませんでした。よし、次ノクタリア打てるんで、オッケー、ノクタリア打っていきましょう。ノクタリア打ってあげて、まだエンハンサー続いてる。闇ドロップを1個もらえばいいね。闇ドロップ1個もらってあげて、水水、水水、はい、オッケー、こんな感じで、こんな感じでいいんじゃないですか。なんかもうちょっと上手いやり方ない、これないね、オッケー。よし、これでいきます。木になってからだな問題は。木になったらもう、オッケー、ナイス、水。木になったらこれあれですね、あ、だるいっすね、このタイミングでノクタリアだったわ。普通に俺バカじゃん。まあいいや、削っていきましょう。とりあえずスキルチャージをしていきましょう。こうしてあげ、こうしてあげて、いやーこれむずいなマジで。よーし、オッケー、頼んだマジで、削ってくれ。エンハンスがないからあんまり削れなさそうだな。いけ、まあ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 、あと3ターンか、結構怪しいな。マリエル打ちます。マリエル打ってあげて、これで削っていきます。いやーこれ結構怪しいっすね。光をしっかりと消しといた方がいいねこれ多分。いやもう こんなもんじゃないですか、こんなもん。ちょっと俺ダメなこと考えちゃったわ。闇温存してさ、闇温存してさ、五条でさ聖北行こうぜこれ闇温存してさ、五条先生で聖北行くんだ、飛ぶんじゃね、ダメかな。ちょっと待ってね、秘密でお願いしますこれ、コメントに書かないでね。これでこの状態でここで打ってあげれば闇の正方形が多分組めるんですよね。これちょっと先生にお願いしようか、こうなったらもう敵貴族生だし。よし、ではね、組んでいきたいと思います。組んでいきます。はい、ちょっとすいません、今回だけですマジで。もうやらないからね、こういうことは、こういうことをなかなかやんない方がいいですからね。今回だけね。はい、オッケー、ちょっと今回だけ見逃してほしいマジでこれ今回だけ見逃してほしい。オッケー、よーし、パーティー抜きました、ナイス。はい、ということで、ボスまでやってきました。いいですね、キーアルバート来ましたね。いざとなったら五条先生がいるのよ、そういうことよ、結局そういうゲームですよ。そしたらどうしようね、まあ削っていきますか。でもマジで結構いい感じっすね、思ってた、本当に100倍ぐらい強いわ。だいぶ期待値が本当にね低かったんですけど、タシコなんで。毛嫌いしてるだけでタシコも全然戦えるな。オッケー、属性なんでね、ちょっと削り甘いですけど、まあしゃあない。これマリエルどうしよう、今は打っていいか。4ターン目かなんかに来るんだよね、お邪魔とか毒の行動が。一旦これで削っていきましょう。こうしてあげて、闇しっかり消して、間に合わないか。はい、オッケー、はい、オッケー、いいんじゃないでしょうか。こんな感じで削っていきましょう。
頑張れ、みんな頑張れ。あ、そうか、そういうの降ってくるんか、だるいな。いけ、よしよしよし、十分十分ロックされました。色あんのかな、これ分かんねえな。とりあえずまあノクタリアは打っときますかね。なんか溜まってんなこいつ。いいや、ノクタリアだけ打とう。打って、これ色は果たしてあるのでしょうか、全然分かんねえわ。キドロップはここにありますね。木だけルーレットから取り出してあげれば、5色ありそうですね。木だけ取り出していきましょう。木ドロップだけ、はい、オッケー。これでもう木が揃いましたと。よし、あとはもうなんかいい感じにやります、適当に。あ、こんな感じでいいんじゃないですか。はい、オッケー。もう最低限でいきましょう。手紙怖いんでね。ナイス目覚め、いいですね。いけ、よし、オッケー、光までいきました。これでやっとダメージが通るようになった。敵も強くなった。攻撃力は下げられた。一旦待ちましょう。ここしっかりスキルチャージして、次マリエルでいいや。では組んでいきます。しっかりとここスキルチャージしておきましょう。はい、オッケー、こんな感じで結構削…いや、攻撃力減少か。多分次のコードがね、あの毒とか作ってくれるやつ、来るやつだと思うんだよね。ちょうどいいわ。覚醒無効、覚醒無効、どうしようなこれ覚醒無効か。これマリエル打ってルークでいいか。多分それでいいよね。いっちゃおう、マリエル打ってルークも打つわ。覚醒無効取っちゃおう。で殴っていくわ。まだ削りきれないから普通に殴っていいはず。 5% 発狂とかだよね。じゃあ削っていきます。 5% とかなので、さすがにこれは削りきれないと踏んで、しっかり殴っていきましょう。ね、どうしようね、これ。こんな感じでいいか。はい、オッケー、こんな感じにしましょう。はい、いいですね。下手したらもう次で削れるんじゃね。いやー、怪しいな。もう一回ちょっと軽く殴っとくか。いや、ちょっと待て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 、やばいかもしれん。ノクタリア溜まってない。あの、本当だったらここでペガサスの武器が撃てるから無効化でよかったんだけど、今スキル遅延されちゃったせいで回復欠損がマジでやばい。やば、回復欠損してるルーレットもない。終わったかもしれん。ちょっとこれ非常にまずいですね。もうこれは待ち配置で回復を振らせる以外の選択肢がない。てかそもそもなんだけど、これ回復多分ワンセット振ったぐらいじゃ多分耐えれねえわ。しかも多分これ闇まで振っちゃうと普通に発狂までいっちゃうんだよね。 5% 切ると思うんだよ。だったらもうこれ抜きに行った方が多分ワンチャンありますね。水の数もなんか3セットある上に 2way1 で組めるんで、ちょっとこれもう抜きに行ってみようかなと思います。待ち配置で闇を降らせます。それでいこう。よし、じゃあ組んでいきたいと思います。いきます。はい、オッケー、頼む、マジで振ってくれ。よし、オッケー、もう回復はどうでもいい、マジで抜いてくれ。よしよしよし、いけ、抜け、よし、オッケーオッケーオッケー。はい、ということで火力なんとかなりました。いや、マジでこれはでも俺のプレミですね。あの、ルークくんのスキル一旦減るやつを打ってなければペガサスの武器が打てたのでダメージ無効を使えたんですよね。普通に立ち回りがガバかった。まあラストね、ちょっとヒヤッとはしましたが、マリエルマリエルで、神秘の次元ね、クリアすることができました。でもどうですかね、結構強かったんじゃない。無効貫通の火力も全然足りてたし、まぁ、ちょっと最後先生に頼りましたけど、5、6番面でここまで戦えるんだったら、まあ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 十分じゃないでしょうか。まあもちろんね、まあ多色なんで、それ4色じゃないと半減が張れないだとかいう欠点はありますが、その、なんだ、ノクタリアのスキルみたいなのがあれば、欠損のリスクもね、ほぼほぼないと思うし、火力に関してもマリエルのね、3倍エンハンスループであれば、毎ターン21億とか40億出せるので、結構強いんじゃないかなと思います。まあ単色パーティーに比べてね、脳指導はだいぶ落ちるかなと思いますが、まあパズルしてる感はだいぶあるので、よかったらね、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。